もしも、忘れなければ。島の中央に煙坂、坂の上の形状には晒し首、長い地蔵目の髪風に吹かれ、さらりさらり横に流れゆく。いかなる罪を犯した首であろうか、何も知らぬ旅の僧が人に問う。古屋の主人とその家族をハサミで刺した女だという。かよみ美麗な女子が何故人を崇めたか。野ざらしの女は何も語らない。ああ、三ヶ島たらし首。あくる日も訪れた縁起坂の上、首の前に千脚和菓子が一人。彼はいかなるものであろうか。その問いに私はこう答えた。この首を切り落としたのは自分だと。罪深き女だが哀れで